コスモスポーツ、いやー綺麗ね。コスモスポーツほんま綺麗わ。こちら 2000GT ですね。いやーかっこいいわ。っていうかね、程度は綺麗すぎる。エンジンも綺麗ね。これ実装しますんでね、今日はねこちらメガウェブでね、走行会があるということで、いろんな車がね集まってますよね。ちなみにこちら、日産 GTR ですね。いやーすげーわ。で、こちらダルマの、セリカですね。でこちらコスモスポーツと、いやこんなねレアな車なかなかね見れないですよね。でこちらデロリアン、いやデロリアン個人的にめっちゃ好きな車。でこちらこれあれですよね、 E タイプですよね、ジャガー E タイプ。いや大きい車や、こんな感じで開くんだな、すごいすごい綺麗。わあ、ジャガーインタイプものすごい綺麗やわ。でこちらはスバルのね、テントウムシ、いやー可愛いですよね。あ、扉あんな開き方すんのこれ。これもキャンパストップね、反対にね扉が開くんですね。こんな感じで反対に開きます。こっちの方が乗り降りしやすいんかな。ハンドルカバーもなんかこれも純正なんですかね、カバーなのかわざとなのか、なんか点々ですよね。一応120キロまでメーターがあります。多分出ないと思います。わあ折れそうなシフトの部分。 BMW ですね。あ、 BMW すごい扉の開き方しますよね。向こうの方で GTR がどんどんやってます。これ一応四輪車ですよね。ほら後ろにねタイヤが2つあります。一応四輪車、三輪車じゃないよ。倒れそうなちっこい車ですね。これウィンカーか。ハンドルはこんな感じになってるのね。ハンドルごと、ハンドルと扉がついてるんやな。でここのヒンジでハンドルが曲がって収納されると。でこちら、なんか大きいアメ車がありますね。アメ車ね私あんま興味ないんですけど、この凄みを伝わってきます。いやでかいわ。わーかっこええな、かっこええな。あ、これコルベットなんですね。これコルベットね。いやインパラ、コルベットのインパラいうやつね。いやこれなんか火星人みたい、宇宙人みたいなデザイン。いやこの E タイプがねやっぱかっこいいんで、もう一回見に来ました。こんな、あおしゃれですね、やっぱね。綺麗な車やわ。ちなみにこれガルウィング今閉じた状態です。窓がね、こんだけ窓あるんですけど、開くのはこれだけなんですよね。これもっと下までね降りると思うんですけど、はあ。この時代の GTR ってがやっぱね一番イメージが強いですよね。ここちょっとね目がねこう吊り上がってるデザインなんですよね。これどっちがねヘッドライトなんでしょうね。いやこのエンブレム、よくねパクられてましたよね。やっぱねこの時代の車はね、バンパーがねしっかりついてるんで、いやクラシックカーという感じがすごいねしますよね。でこのフロント、このフェンダーミラー見づらいやつ、
ホイールはこれ渡辺がついてますね。これ純正これだったんですかね。GT、 ここに横には GTR って書いてなかったんですね。いやそれにしてもね、程度がいい車ですね。このオーバーフェンダーもね、この GTR の特徴ということで、これ当時からこれついてたんですよね。オーバーフェンダー付きが純正で売ってるということで、でこの羽いやもう えげつない感じの、この角度、こんな角度なんですね。これ空力あんま関係ないような、なんかちょっと関係するのかな、1970ってなってるんで、まあ、1970年代の車だということか。いやなかなかいいですよね。いや内装もねすごい綺麗ですよね。 GTR いいな。はい、というわけでね、今日は、短かったですが、こちら日産の GTR ということで、どうでしょうか皆さん、クラシックカーもねいいですよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、日産 GTR でした。じゃあね、バーイ。